はい、こんにちは。それでは、えー、微分のね、一番初め、パート1の話をしていきます。でえー、微分に入る前に、それぞれいろいろね、やらなきいけないことがあるんで、考えていきますね変、えー。平均変化率ね。で、行々しく書いたときは分かりにくいんだけど、平均変化率は、えー、今までの言い方で言うと、変化の割合のこと。 x の増加量分の、y、の増増加加量量分 y ってやつね。つまり傾きってやつね。なので、一応ここに公式書いてあるけども、例えばこの式でやってみようか。x の値が a から b まで変化する。じゃあ、fa 考えてみよう。と。fa は 3a だね。OK、で、fb は 3b になるよね。x に えー、A を代入しなさい、B、を代代入入ししななささい B で平均変化率はって言われたら大きい方から小さい方を引く大きい方から小さい方 X の値がね大きい方から小さい方を引いてそれに対応する、まあ、Y の値だね対応する Y の値を引き算してやればいいだから、えー、3B-3A になるで、えー、これ 3でくくっといて、えー、3ですと。で、傾き3だけ3よね。3でしたっていうこと。だけど何も大したことは、ここはまだ言うてないわけね。平均変化率ってなんか難しいこと書いてあるけど、変化の割合のことだっていうことを頭に置いといてもらって、で、次からが新しい。で、微分っていう表現が出てきます。微分係数と言います。 えー、平均変化率の、えー、式、さっきの式があったよね。さっきの式の B を A に限りなく近づける。で、限りなく近づけるっていう記号を加えて読む。これね。これ、リミットって読むんだね。リミット。後で出てくるけど、極限っていう意味リミット A, か A を B に近づけるときの、えー、この式ね。これ、えー、平均変化率の式ですけど、 平均変換式を B を A に限りなく近づけたときに微分係数といって、このような記号を使います。F の FA, FA の間にチョンを入れる。でえー、高校ではこれ F'A というわけです。だけど、このチョンのことをダッシュっていうのね。OK。 でよく使うのは、この上の式よりもこの式をよく使います。h を0にして、h をロに近づけるときのこの式ですってことね。イメージとしてはね、えっ、ー、とまあ、よくわからんけど、こんなグラフがあったとして、えっ、ー、と、fa っていうのは a ね。fa。で、a たす h っていうのはそれでも h って書いてそのときの、えー これがが FA FA ね。Y、の値が FA で、y の、値が F H。で、この a プラス h って差が h になるじゃん、ここがね。で、これを0に近づけるってことは、えー、この幅をどん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 小さくしようと言いたい。どん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 小さくしようっていう意味だと思っ,とって。 どん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 これをこっち a に近づけていくよっていう意味だと思っとってください。まあ、だからなんだは後で話しようね。OK。で、ここに出てくるリミット。これをちょっと考えて、考えるとかまあ知っとってくださいね。ある値は限りなく近づけるっていう意味同じにするわけじゃないんだけど、限りなく近づけるってことね。 だからこれ、リミットって読むって言うてね。リミット、x が0に近づけるときの x プラス3これ、いくつに近づくでしょうって言うて。OK。でね、計算するときは単純で、えー、x の、これ x 0に近づけるって書いてあるけど、とりあえず代入していい。代入していい。だから、えー、0代入して、こいつの答えは3ですって答え。だけやっとることは単純なんだけど、 記号が書いてあるからややこしく見えるってやつね。OK。えー、限りなく近づけるっていう意味で覚えとってください。で、重要なことが一つ、重要なことっていうかね、まあ、実際にやってみることにしようね。F-1 と読みます。F-1 はどういうふうに計算するかというと、よいしょ。えー、ごめん、リミット忘れた。えー、リミット、リミットってずっと書いておかな、ね、い原型ね。覚えとってね。 ああ引き体で書く人も OK 俺は俺はブロック体で書くんで、1と間違わんように気をつけとってください。H が0に近づけるときの分母は H。分子は F1 たす H。H はもうしょうがない H のままね。引く F1 です。OK。で、どうするかというと、H はそのままで1、1たす H を代入します。 代入したね。次に1を代入します。ちょっと丁寧にやっておくね。まだリミットです。1分の展開しときますね。h 2乗足す 2h 足す1。くい。ってことは、えー、こうなるよね。こうやってね。OK。んで、0に近づけるんだけど、 約分できるの分かる約分。これ全部約分できるのね。H で約分できるんで、約分は先にしてしまおうってこと。極限の話については、えー、そのうちまた細かくやろうと思うんだけど、これ実は細かいルールがあるのね。まあ、とりあえず、今は全部約分できるときは先に約分してしまおうと。そういうのを覚えておいてください。で、H を0に近づけるだから、この H に0を代入して、 0足す2は2だよねって答えだから、えシ、ー、f'1 は2ですって答えるオね。OK。まあこれだけっちゃこれだけです。だから、その計算がね、少し、リミットっていう新しい記号も出てくるし、えー、ちょっとややこしい部分はあるんですが、試技も覚えないわけね、けんね。ややこしい部分はあるんだけど、まあえー、こうやってやるもんだということを頭に入れとってください。でね、 微分係数って結構たくさん求めることがあって、毎回毎回これだと大変なんよ。毎回いちいちこれやるのも大変なんで、なので、えー、同関数っていうのが習います。同関数っていうのは、えー、さっきの1ってあってね、1代入して計算したけど、えー、その部分を x に変えちゃうっていう問題。 X に変えてしまって、式として扱いましょうっていうのを同関数っていうのね。OK。これだけ X の関数の、X が出てくる答えになるんだけど、OK。で、同関数を求めることを微分するっていうの。聞いたことないだろう微分、積分つって。まあ、積分またやるんだけど、その微分するっていうのはどういうことですかって言われたら、えー、同関数を求めることだよって答えます。OK。 じゃあちょっと実際やってみましょうね。fx イコール 2x2 乗っていうのを、えー、微分してみましょう。f'x。はい。公式を思い出してくださいね。0で、まあ、上に書いたとき今回はいいか。これ一一応一回一回書いとるけど、慣れたら書かんでもいいけど。で、今回は h2 括弧 x たす h の2乗。 まあカッコいらんかったね。で展開をします。えー、1分の 2x2、えー、乗カッコしとこうね。あと 2xh+h の2乗。まあ、順番は今回はあまり意味がない、えー、気にしなくてもいいかな。 で、展開して2 2、2x2 乗足す 4xh 足す 2h2 乗引く 2x か。失礼。2x2 乗。これ2乗か。間違えよいしょ。2乗。字がなくなってきた。消えて、4xh 足す 2h2 乗になると。 で、さっきも言った通り、約分できるものは先にしてしまって、あ,あ、間違えた。分数ないね。えー、4x たす 2h になると。で、h0 に近づけるから、0を代入して、答えは 4x になります。と。だから、f'x は、今回の f'x は、4x になると。 で OK?4x でいい,オッケーで,い,いで、でもう一個やってみようか。こっち側ね。えー、f'x 求めてみましょう。今回は、えー、x がないので、そのまま書くしかないよね。わかる引く fx もそのまま書くしかないよ。代入する場所がないけね。 すると、えー、h 分の0か。ってことは、代入するまでもなく0でね。こうなります。だから F x、f'x、えー、マイナス3微分すると0になります。OK。やり方は一応こういうことなのね。だから、毎回これやってくださいってことなの。これを定義、こいつ定義だから、もう覚えるしかないのね。覚えるしかないと。で、覚えるしかないんだけど、毎回これしんどいよね。 毎回リミット書いて代入してってしんどいので、数学2については一応簡単な求め方があります。これがこの通りだよね。よいしょ。で、これと。わかりにくいかもしれんけど、例えば、x の3乗っていうのを微分すると、微分するの記号ちょんって書くね。微分すると、n ってことはこの数字が先頭に出てきて3。で、x の係数、ごめん、指数は、 これを1個減らすの。微分って減らすってことなんじゃ ?x の2乗の微分であれば、ここに肩に乗っかっとるのが前に出てきて、で、1個減らす。OK? で、3は微分するとどうなるかというと、あらら,ら3は微分するとどうなるかというと、え0になります。さっきマイナス3微分したら0になったりなんか、 実は、x の付いてない定数を微分すると、その部分は0になっちゃいます。OK。で、微分は、微分は、ちょんつけたね。微分は、えそれぞれやっていいんだそれぞれ。だけ、2x、2 x 二乗っていうのは、色変えとこうか。 え肩に乗っかっとるのが前に出てきて後ろは1つ次数を減らす。で1微分したら定数なので0となるよね。だから微分した答えはマイナス 4x になります。単純じゃろ。例えば今さっと作って例えば Fx が そうだな x3 乗たす 4x2 乗を -x でしょうかだとしたら、えー、こいつは 3x2 乗になるわかるでたす4はそのままで後ろ側のこいつが 2x になって引く。じゃこいつどうなるかというと何もついてない系1が入るよねここ1が置けね1があって x ののの乗乗ななるよね x の0乗は1なのねはこれは定義だけね覚えとってよ。0乗は1。ということは 3x2 乗プラス 8x マイナス1っていうのが微分された形だよってなる。f' 忘れたね。f'x はこれですよってこと。OK。これが同関数の簡単な求め方です。これはもう身につけて、これは練習して身につけるしかないと思うんで。 練習していきましょうねしっかりねではえー、長いですが最後に今度は公式を微分してみようっていう話ですこれは例題をさらっと言ってみましょうね一平の長さが A の立方体の表面積 S 体積 V じゃあ S 求めよう S はえー、表面積なので立方体って面積、えー、全部正方形なんでこういうやつよね 正方形なので、面積 A の2乗が6枚あるので、6A の2乗になるとで。体積 V は、えー、一辺かけ一辺かけ一辺だから、A の3乗になるのね。A で微分しろってことは、今までやりよ、今まで X で微分しろってね。それが A の文字だを微分してくださいよって言いたいので、V' は、この3が、覚えていい この3が前に出てきて3が前に出てきて 3a でえーっと引1個減って2乗になるね v' ダッシュイコール 3a の2乗 OK で s のダッシュはこれが前に出てきて 6×212 A の1乗か。だけ 12A になりますよって。OK。これが表面積と体積の関係。だけ単純に微分しただけってことよね。OK。だけまあ一手間かかるよ。面積を求めるやつと体積を求めるやつと一手間かかるけども、まあこれを練習すればいいってことよね。そういうことなのです。いいでしょうか。以上です。